ゲームセンターに遊びに行った時にすごく可愛いなと思ってこれを頑張って撮ったんですけど、家に帰ってくるとそんなに可愛くないですね。皆さんお久しぶりです。ハヤトのハムスター実況でございます。それでは今日もやっていきましょう。元気いっぱいのお芋くん、前回の登場からしばらく間が空きましたが大丈夫、生きていましたよちゃんと。それでは今日もご飯をあげていきたいと思います。今日あげるものはこちら、ゆで卵と豆苗とひまわりの種を少々。ゆで卵に関しては白身はいいけど黄身はカロリーが高かったり口の中にくっついて腐っちゃうこともあるんで、あんまり揚げるのはおすすめしないという記事を見たので、かぼちゃとさつまいもを茹でてペーストしたものをここに入れました。どうですか、結構綺麗でしょ。まあ実際揚げても問題ないと思うんだけどね。じゃあお芋くん早速食べてください。前回のお芋くんの動画はジャイアントワームを食べるっていうね、ちょっとグロテスクな動画でしたから、純粋にご飯を食べる動画は久しぶりですね。さてこのキンクマハムスターのお芋くんですが、3月に生まれて現在生後7ヶ月ってとこですかね。ハムスターの生後7ヶ月は人間でいうとだいたい30歳ぐらいみたいですね。そうなると人間もハムスターも一緒で、だいたい一生の3分の1を終えたというね感じになります。そういう風に考えるとハムスターの一生っていうのは本当あっちゅう間だなと思います。最近一緒に住み始めてもうその日のことをね考えなきゃいけないっていうわけですからね。じゃあお芋くん、動画を見てくださっている皆様にかっこいいたまたまをねちょっとお披露目していきましょう。すごいでっかいっす、後ろから見るとなんかね爪楊枝でツンって つきたくなりますね。ダメだけど。はい、じゃあこちらはね前回紹介させていただいたミミミちゃんですね。右耳が少し欠けた女の子になります。じゃあこの食べ盛りの女の子にもご飯をあげていきましょう。はいどうぞ。同じくね偽ゆで卵をチョイスしました。このミミミちゃんですが、全部で9匹兄弟がいて6匹女の子がいます。でこの子ちょっと相性の問題で今ね1匹だけ個室で飼育しています。どうもね他の子とあんまり合わないというか、むしろこいつが周りを追っかけちゃうっていうかね、ちょっとおてんばなんで他の子に迷惑をかけないよう個室にいます。っていうかゴールデンハムスターって本当は1匹ずつ飼う方がいいし、それが当たり前なんじゃないのっていうような、まあ、考え当然あるんですけど、その辺はちょっとデリケートな問題なので今回の動画では触れないようにしておきます。またいつかねお話しする機会があったらお話しさせていただきたいと思うんですが、このようにねお父さんと娘を並べると体の大きさの違いが一目瞭然ですね。娘に関しては生後2ヶ月、生後2ヶ月を超えると発情したりもうね子供を作れる体になったりと、子供ハムスターではなく大人ハムスターの仲間入りってわけなんですけど、うちにいる6匹の女の子たちはまだ一度も発情したところを僕に見せてくれたことがありません。なのでいつか発情してくれる日がちょっと楽しみですね。まあ、言うてもそんな楽しみでもないんですけど、そうこうしてるうちにお父さんが娘の匂いを嗅ぎつけたのかちょっと興奮し始めました。人間には分かんなくてもハムスター同士では大人っていう認識なんでしょうね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。